というわけで先に進みます。ほうほう、自力でここまでたどり着いたんだ。ここで働いてるわけじゃないんだ。ああ、光る。誘拐されちゃったなんて、今頃どうしてるのか知らん。なんだ、このさっきの白尾と若菜か。前の章の。と続いて、なんか、こいつが犯人なんじゃないかと思っちゃう。シリーズ的に。はいはい。待った聞かせてもらったぜ、無線。とんでもないものを見つけてくれたみたいだな。ミスターロー、見ての通りだ。こいつはいただけねえ。本当に死んでるみたいだな。おい、すぐに容疑者を確保するんだ。容疑者はい、これジェストなんだ。本官そんなやり方が荒すぎる。確かに。これだから検事ってやつだよ。さっきも言ったよな。現場は法廷のように甘くはねえ。なんだと。あんたの大好きなロジックだっけが、そんな机上の空論必要ねえんだよ。怪しい奴は片っ端から捕まえた、締め上げる。それが犯罪を殲滅する唯一の方法よ。唯一の人間、そんな奴はいねえ。誰もが何かしらすねに傷を持ってるもんよ。そんな横暴は許されない。別件逮捕ってやつですか。いや、俺が許す。やべえ、とんでもねえやつだ。この国の法を守る者としてここをどくわけにはいかん。おお、かっけえ。根拠のない捜査で容疑者を決めるなど、君には捜査官としてのプライドはないのか。貴様、主婦に向かってか。面白いじゃねえか。老子曰く、軍の中には群れの規律あり。その規律の上に立って勝利してこその真の勝利。あえてあんたらの大好きな方法で叩きのめしてやるよ。根拠のない捜査がどうか。俺の推理を聞きな。かっけえな、こいつ。三力の対抗馬としてはかなりイケてるな。この、なんか、ジャケットかっけえし、俺も欲しいわ、これ。なんか、12万とかすんのかな、あのトランクと同じ値段の。死因は銃殺と見ている。それぐらいあんたにわかるだろう。この国じゃ、銃は禁止されている。簡単に手に入るもんじゃねえ。灰原巡査のような、この国の警察以外には。それか、ロジック。ん？ちょっと待って。解放学にも続いたな。お、みくまちゃん登場。右向きも可愛いな。あー、ちょっと揺らしてしまった。虫の国の犯罪者の格言にこうある。狼に気をつけよ。狼？俺たち老一族のことさ。大法学の祖、老子や祖先達するな。おー、しいな。一瞬だった。数千年前、悪人ほど捕獲の方法を大法学としてまとめた。西欧民国の警察に技術はその教えを元にしているのです。数千年ってなんだかとんでもない話になってきましたね。何でも古ければいいというものではあるまい。まあ確かにその通りござんすな。試してみるかい。いいね、ライバルって感じだ。いろいろ通じてるな。うん。全部揺さぶっちゃうっていう。やめ。おお、甘いな、来た。は、あせえな。なんだって。シーナ？いやー、そのサングラスを外してくれ。老子曰く、水の深きところ探れ。大切なのその先さ。水底に犯人の姿が見えてくるさ。ああ、これは全部揺さぶりたくなるな。この国の法律も少しは知っているようだな。なめてんのか。そんなの子供でも知ってるぜ。その、なんだ。シーナ。おっ。銃刀法。これ、綾波霊的な声だな。林原めぐみ的な。今だったら、なんか千原みのりか。長戸雪みたいなね。こういうのはやめといた方がいいのか。彼女がデータ担当。優秀な補佐官だな。警察官なら他にもいる。おって言ってくれた。まさか全員逮捕する気かね。その必要ね。すでにスバルベはついているのさ。え？灰原純才の、拳銃撃った跡があんの？すげえ。糸の子の拳銃は大丈夫だった数の暴力というものだ。あんた、ちょっと拳銃を見せてみなよ。なくしたとか言うなよ。スライムすぎる雑魚だ、マジで。拳銃をなくしてしまったようでありますからしてー。なんかこんなキャラいたような気がするな。はっきり覚えてねえけど。確かにいたよ、多分。どうやらやっぱあんたしかいねえみてえだな。被害者をこの車庫でぶちまく、で、待ち伏せて射殺できた人間はよ。灰原純さんはこの車庫で待ち伏せ。ああ、待ち伏せたら、足跡とかにいろいろ整合性が取れないのかな。老子曰く、犯人は必ず現場に戻ってくる。あ、それなら私も聞いたことありますよ。そして老子曰く、忘れたんかい。いや、決めたいのがパシッと。捜査の基本は現場とキャベツだ。で、一瞬見えた。100遍。現場100遍。光力さん、どうしてそこまで灰原さんをかばうんですか？え、みこもちゃんもかばってあげなよ。どうなると知ったことではない。ああ、いいアクション。この国の法がないがしろにされて黙ってはいられまい。そうだ。老子流か。